十一レース三号艇の大場聡選手です。よろしくお願いします。お願いします。小島は昨年の九月以来ということになりました。今回は二連体率が二十五パーセントのエンジンなんですが、全県の感じはいかがでしたか。そうですね。あの全県、ちょっとお越しから。 全体に重たい感じがあって、はいはい、ちょっと回転が足りない感じがしし、ねはい、それはこの気温の高さという部分が大きく影響してるんですかねそうですね、気温も高いんで、はい、それは影響してると思います、はい、小島の全県というと、ただでさえ重いのに気温も高くとそうす、ねはいので、はい、その部分をいかに改善していくか今回は男女ダブルで男子ばっかりと対戦ですが、コース取りの方もちょっとシビアな戦いになりそうですねそうですね。 なるべくそういういいいこととも積極的にいきたいと思ってます、はい、そのためにはしっかりとそのいき足の部分を回転を上げてそうですね、あの回転をとにかく上げて、いき足を良くしていきたいと思っています、はいはい、この気温にしっかりと対応する仕上げを、はいはい、では、一節間にかける意気込みをお願いしますそうですね、あのい一そいそしっかり自分のレースをして、いいレースができるよう頑張ります応援よろししくお願いします。